バラガスさん対戦お願いします。最近ヒビップの動画ばっかだったんでね、たまには本若でゴリゴリのビップマッチやっていこうかなと思って今やっているんですけども、さあまずはこれ開幕水を呼吸2の方ちょどつ猛進という名の開幕ガンダッシュつかみさん DA 食らって、なんか死んでった。さあここはまずラッキーでね 0% バーストでもう丸々1ストック先制していくと。さあ 14% 対 0%、 ここは狙うわ。うわー、さあこれは即死コンボ決まっていく。ほぼ丸々ね2ストック差がついてしまいました。開始30秒も経たない間に。てかさ、こんだけ簡単に 0% から即死できるキャラクターいます？これいないと思うんだけど、もうこのキャラ強すぎやろ。開始30秒も経たない間に2ストック落としちゃったわ。まあ1ストック目は自滅なんですけどね。はい、さあこれね最後のストックも鮮やかに落としていきたいところではあるんですけれども、ちょっと流れがこれどうだ。あ、やっぱちゃんと受け身取ってきますよね。最近ヒビップっていうか200万とか300万の人としか戦ってなかったから、もうようやく暴れられるって感じですわ。はい、俺もちゃんと受け身取っていきますよ。ここは3盾を狙っていって、えうますぎやろ。ゴイヤさん対戦お願いします。さあ来たよ、これキンクルの数少ない有利対面。はい、これまずはね開幕ガンダッシュつかみからの前投げ DA 決まっていって 31%。 これね結構 VIP マッチでも決まるんですよね。割とねなんか開幕動かない人多いんだよな、 VIP マッチでも。案外ヒビップの方がこれ刺さらないんですよね。最近戦闘力別調査の企画しかやってなかったから VIP マッチめっちゃ久しぶりで大丈夫かなって思ったんだけど、まあ俺のキンクルは健在でしたね。はい、今の声全狩りです。プライベートでねほとんどスマブラやんないんでね、もうゲーム実況始めてから久しぶりの本若で久しぶりのビッグマッチだったんでね、ちょっと緊張したんですけど、まあ、やっぱ俺は強かったと。ああよかった、強くてキンクルも強くてよかった。さあはい、これカウンターぶちゃっていくそのルートは、はい絶対カウンター分かってました俺もうさ完全にこれ見聞色の覇気シャリンガン分かっちゃうんだよね。水の呼吸7の方煉獄パタ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 、うわ小戦場か。俺なんかね基本ずっと終点でやってるんですけど、なんかダイアリーのステージめっちゃ苦手なんですよね。なんかキンクル使ってるとねダイアリーの方が強いじゃんみたいな感じで言われがちなんだけど、そもそも俺がねあんまりダイアリーのステージでやらないっていうのと、なんかダイアル逆に俺が戦いづらいみたいな、そういう風に思っちゃうんでね割と苦手なんですよね。皆さんはどのステージが得意ですか？よかったらねコメントで教えてください。あとこれを見てる人たちの戦闘力帯も結構気になるんでね、それも合わせて教えてくれるとちょっと自分もね楽しくコメントが見れますというような感じですね。えっうまっ、何その上様の、うわー俺の王冠ぶち当てられ、やばいごめんなさいごめんなさい。はい、崖をつかめば無料で帰れるこの理論最強。俺だからキンクル強いんですよね。さあこれねちょっとやばい 51% か。そろそろねバースト、こんくらいのパーセントでバーストしないと俺の勝ちがどんどん遠のいていく。やっぱねクッパだからもう割と低パーセントでねやっとかないとなかなか知らないからね、ちょっとパーセント残しておきたい部分は。あーやべなんか最近マジ DA ちょっと DA 癖ついてるっぽいな、今のとか悪い癖がつく。なんかね正解戦闘力別調査でヒビップと戦うとねなんか結構 DA パナしちゃうから DA 癖ついちゃうんだよね。ちょっとやばい。うわ、そして1ストック丸々差がついてしまった。やべえ 141% 対 118%、 しかも相手は3ストで僕は2スト。そろそろバーストしたい、うわー、えやばいバーストされた。絶対負けたくねえ。ちょっとこれ本分けだからさ、負けると戦闘力をごっそり持ってかれるんで絶対に負けるわけにいかないんですけど、なんかボコられてね、すげえ。うわ、しかもうめえし相手めっちゃ105%、 こっから勝てねえ。ああオッケー、俺の覇王色の覇気で落ちてったわ相手。完全に相手ブルってましたね。ちょっとこっから俺本気出すよみたいな感じで今覇王色の覇気バン出してたんで、まあ相手はその覇気に負けて帰ってこれなかったと。復帰をすることすら忘れてしまった。これが俺の覇王色、こっから勝つよ。ああやばい 126%。 いやだけど俺は最後まで諦めない、諦めの悪さで有名なエクスタシーです。まあ、全然そんなことないですけどね。はい、なんかでもいけそうな気がするんだよなクッパだから。あー今帰りたかったー。さあなんか飛んでる、しかも王冠パクられてんだけどやめて。お前王冠マジ取られると本当にキングルなんで。これ王冠さ相手が使った方が強いんだよ、おかしいだろ。危ねえ、うわー危ねえ、よかった戦場でダイヤリーじゃなかったら今本当てになって死んでたわ。これこっからどうしたらいいんだ。 157% ってもうあと何食らってもクッパだったら死ぬだろう。怖いよ。とりあえず埋めて、よし、デバガチャしない読みの横スマしたシフトで 157% 対 0%、 こっから一気にひっくり返すには狙うしかない。いっけー。うわー、勝った。あそこから勝ったぞお前。1ストック対3ストックから、しかもお前さ、これ切断されてんじゃねえかおい。あれでなんで切断できんだよこいつ。絶対切断しまくってんだろ、切断中名バカ。アスパラさん対戦お願いします。さあこれははい、開幕きっちり 31%46%63% ダメージを与えていく。やっぱね、この開幕ガンダッシュつかみからの前投げ DA が決まるともう流れが来るんですよね。だからワンターンで 63% を与えられてしまう、こういうこともねあります。あれが決まると、そういえばアスパラといえば俺小学生の頃アスパラ嫌いだったんだけど、まあ今も嫌いなんだけどね。でなんかその給食でアスパラが出て、その時の担任の先生がね、給食残すとめっちゃ怒る先生で怖かったんだけど、俺絶対アスパラ食べたくないから食べずにね、自分の机にアスパラをね生身のまましまってたんですよ。そしたら何日か後にすっげえ石を放し始めて、俺の机の中で虫が湧いて、それを友達にバレて先生にチクられてめちゃめちゃ怒られたっていう苦い思い出がある。アスパラのように苦い思い出が。うわっ、やべえ、全然関係ない話してたら、なんか最初に食らった 63% しかダメージ与えてなかった。ちょっと待って、これもまた厳しい戦いを強いられてんな。なんか戦いづらいんだけど、このクラウド完全になんか俺の行動が読まれてる気がする。うわー 72% そろそろバーストしないとまずいな。オッケー、これもう崖際はとりあえず下積み置いとけばなんとかなります。さあ狙うわ。いや入ってこねえなこれ。やばいやばい、なんかすげえ空母の弾幕張ってるよ。もうやばい、近づけない。近づいてったところ狩られる。どうしようこれ。ちょっと待って、まずい。はあ一応やるか。はい、ゾーンから空へ当たってきて回避見て、はいこれもう見えた。こっちよし。まだわーてかすごくね、あそこから鮮やかすぎんだろワンターンで。うわー、戦場だ。俺戦場が一番嫌いだわ。終点小戦場、戦場だったらなんか一番上の真ん中の台いらねえわ。せめて小戦場がいいわ、やるんだったら。てかなんか本当にやっぱビップマッチってしみじみ思いますけど平和ですよね。全然煽られないわマジ。もっと煽ってくれよ俺をゾクゾクさせてくれよ。いやでもあれだな、ちょっとこの本赤の戦闘力隊の人たちに煽られたらさすがに成敗できないかもしれないから、それはそれできません。あと成敗できたとしてもなんか映える成敗の仕方ができないと思う。普通に勝つのに必死で精一杯で、そんな感じになりそうだからね。まあぜひともちょっと僕よりちょっとまあなんだろうな、レベルが 2回りくらい下の相手と戦って煽られたい。なので僕の動画見てる人でなんかオンラインマッチとかで俺と遭遇したら全力で煽ってください。煽っていい感じにバーストされてスムーズに、できれば煽ってから50秒以内に負けてくれると助かる。そうするとね動画にしやすいし、あとそれを切り抜いて TikTok とかにも上げてバズらせたいんで、はいぜひお願いします。そうだ、 TikTok といえば俺の動画見てくれてる人って多分 TikTok か YouTube のどちらかから俺を知ったと思うんだけど、みんな俺を何で知りました？ TikTok ですか YouTube ですか？よかったらコメント欄で教えてください。なんか多分俺の体感半々くらいだと思うんだよね、 TikTok と YouTube で半々 50%50% くらいで今のチャンネル登録者が成り立ってるって思うんだけど、どうなんだろうな。よかったらねちょっと教えてください。今後の参考にしますと、はいいうところで。てか俺なんか1ストックどうやって倒されたっけ、全然覚えてないんだけど喋りに集中しすぎた。これ埋めて、ここはウエスマン、はい当たっていく。これやっぱ強いわこの下投げウエスマン、強すぎ。キンクルの大体 90% 超えて下投げするとめちゃめちゃレバガチャが速い人じゃない限り、あるいはめちゃめちゃレバガチャしない人とか遅い人じゃない限りはね当たってくれるんですよ割と、だから早期バーストもできると。だからキンクルってさ、なんかロマンあるよね。なんか早期バーストできるタクがいっぱいあってもう使って楽しい。うわっかかっちゃったそれ。さあそして相手は残りうますぎる。台を貫通した、空したおつんつんさん対戦お願いします。さあ次の相手はヨッシーということで、あんまり得意じゃないですね。うわちょっとここは先制されてしまった。 29% 対 0%、 やばいやばいやばい。弱で暴れて、うわっこのさ卵さ当たっちゃうんだけど、不意に結構差が開いてきたな。さあこれはまあ受け身取ってくるよね、さすがビップマッチ。え、うわ、最悪救助しちゃったわ。今完全に相手死んでたやん。まあでもあれは仕方ない、もうどうやっても。うわよし、狙い通りと。まあそこはね、卵に空砲を当ててヒットストップをかけて本体のヨッシーにぶち当てるっていう、完全にもう俺の狙いがもうバチコリ噛み合ったわ。狙い通り、計画通り、思い通り。さあここで1ストック先制していって、まあ、107% 対 26%、まあ、このストックのままちょっと勝っていきたいななんて思いますけれどもね。はい、これは勝手に来てくれたここの崖。あー、うますえ、受け身取ったけどジャンプがない。はい、ということでね、こんな感じですかね。やっぱキンクル強すぎ。やっぱこいつはロマンがあるわ。久しぶりの VIP だったけど、まあいい感じに暴れられたんではないでしょうか。はい、ということでね、今回の動画以上となるんですけども、まあ、よかったらね、チャンネル登録と高評価、あとね、コメントと Twitter のフォロー、ぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。エクスタシー。